今回は久々のガジェット紹介。以前もレビューしたオープンイヤー型のこれね、ワイヤレスイヤホン、オーラダンスの OWS Pro。 これが新しくスポーツタイプになって、どんなシチュエーションでも使えるイヤホンになりました。今回はこのオープンイヤータイプの家でも外でも便利に使える OWS スポーツを紹介します。以前紹介したこの OWS Pro、 オープンイヤータイプとしてはね、めちゃめちゃ音質がいいんで、普段ね、まあ僕こうやってねくっつけてるんですけど、普段 YouTube 見るときとか、あと Netflix を見るときもね、よく使ってるんですよ。まあなんといってもこのオープンイヤータイプの良さって、耳の穴をね塞がないっていうところに、まあこの利点が一番ねあると思うんですよ。ただこの OWS Pro の唯一の欠点っていうのは、例えばね、外に出て急にこうゲリラ豪雨みたいな雨が降ってきた時とか、最近多いでしょ、そういう雨がね降ってきた時とか、僕はねそんな外出ないけど、あとはまあスポーツねする人とかね、僕はスポーツしないけど、それからねランニングする際に音楽を聴きたいってね人とかね、まあ僕はね常に車で移動するけど、まあ、そういった用途で使いたい場合って、この OWS Pro の場合、防水機能がねついてなかったり、あるいはその激しく運動する、動くとこう外れちゃったりする、ポロって落ちちゃったりするっていう可能性があるんだけど、こっちの新しく出た OWS スポーツならその問題が解決しちゃうんですよ。まずはこの OWS スポーツの外観とかをまず見てって、実際にどんな音でこれが聞こえるのかを、ここにねマイクを当てて擬似的ではあるんだけど視聴していきます。じゃあまず外観から。 OWS スポーツはねこんな感じのね、ちょっとフェルト生地っぽいタイプのこれハードケースに入ってます。で開けてみると、こう開ける前にね、このちゃんとねファスナーも止水ファスナーになってて、これはいいですよね。で開けてみるとこんな感じで本体が入ってます。で今回はスポーツタイプってとこことで、まあ、外でもね目立ちやすいこのイエローにしてみました。ちょっと良くない？これ色は3色展開で、このイエローの他にグレー、あとはピンクがあるんで、まあ、好みに合わせて選べるっていうのもいいですよね。ちなみにこのケースの中の真ん中、ここにねこの充電するケーブルが入ってるんで、まあ、このケースで全部入ってるってイメージで、OWS Pro と比べるとイヤホン同士がこの柔らかいワイヤーでつながってる感じなんで、まあ、こんな感じで耳にね装着してもめちゃめちゃ安定感あるんですよ。で結構ねこのワイヤーも柔軟性が高いんで、ほらこんなに広げても大丈夫。頭がね僕結構でかいんだけど、全然ブレるっていう心配もないし、こんだけ広がるんでね柔軟性もすごい高いです。でこれね、まあ、イエローいいよね、まあ、あんまりこうどうかな、目立つかなと思ったけど結構かっこいいですよね、はい、じゃあここからはこの OWS スポーツの特徴を5つシェアしますね。今までオープンイヤーを体験したことがないって人はぜひね最後まで見ていってください。まずは特徴の1つ目、まあなんといってもねオープンイヤー型っていうとこですね。耳をね塞がないから、まあ、例えばこれね塞いでないでしょ、これ、例えばそのランニングとかしてて後ろから、まあ、来た車に気がつきやすいとか、やっぱ環境音がそのままこう聞こえるわけですよ。これがまあいいかどうかっていうのは人それぞれだと思うんだけど、そのながら聞きをしたい人とかは本当ねこのオープンイヤー型ってめっちゃおすすめですよね。例えばその友人とこう話してたりする声もダイレクトに耳の穴がねこう開いてるんでダイレクトに伝わってくるっていうのもいいので、これはね使い方としてはめちゃめちゃいいと思います。しかもこれね耳に引っ掛けてるだけなんで、こんな風に引っ掛けてるだけなんで、その耳に突っ込むカナル型と比べて、まあ、長時間つけてても耳が痛くならなかったり、あとはその耳の穴のサイズちょっと微妙に合わなくてポロッと抜けやすいっていう人いますよね。そういう心配なんかもこれはねないんですよ。あとはこのスポーツタイプは左右でねつながってるんで、こっちの OWS Pro と比べると安定感、この
落ちる心配、外れる心配っていうのがね、ほとんどないっていうのもいいかなと思います。めちゃめちゃ安定するんですよ。で、オープンイヤー型はやっぱ一番気になるのは音漏れだと思うんですけど、まあ、音漏れテストについては以前のこいつのねレビューの動画でテストしてるんで、その音漏れ気になるなって人は以前ね、あのこっちの方に動画やってるのをリンク貼っておくんで、ぜひ見てみてください。それから特徴の2つ目、まあね、なんといってもサウンド迫力があるんですよ。この OWS スポーツはこっちの OWS プロと同じ 23mm×10mm の楕円形のねドライバーが採用されてて、ワイヤレスイヤホン、このオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンの中でもかなりねこれ大きい部類に入るんですよね。ちょっとじゃあ疑似的ではあるんだけど、このイヤホンにマイクを近づけて適正距離でね近づけてみて、どんな音が出るのかちょっとね聞いてみてください。あくまでも疑似的なんで、まあ、実際の音質はちょっと違うかもしれないけど、まあ、参考にはなると思います。さあどうでした？かなり音質いいと思いません？もちろんそのアプリの中でイコライザーの調整だったり、あとはそのジェスチャー、ここのボタンが左右にあるんだけど、ジェスチャーを自分好みに変えたりもできます。まあ、シンプルなこれアプリなんで直感的に使いやすいっていうのもいいし、前回のこの OWS プロのアプリと同じアプリの中で操作できるんで、まあ、変にこの製品が何個もあるからアプリが何個も増えちゃうってことがない、一元化できるっていうのも嬉しいですよね。それが特徴の3つ目、最大15時間の連続再生ができるってとこです。一回これねフル充電しちゃうと、最大でなんか汗かいてきちゃったね、最大で15時間連続でこれ再生できるんで、まあ、例えば長時間の移動だったり、なかなかその充電できないよって環境でもこれ重宝するし、あとその出かける寸前でわこれバッテリーなかったって時に15分間充電したら最大 5.3 時間もね再生できるんで、まあ、さっと充電するだけですぐ使えるってもね嬉しいポイントじゃないですか。で特徴4つ目、もちろんこれマイクついてるんだけど通話もできます。このマイクを使ってノイズを効果的に消してくれるっていう機能もついてます。例えばその自転車で移動してる時とか、まあ、風がね強く当たるじゃないですか、そういう時とか、あとは風が強い場所でこれを使ってて通話で使ってる場合でも風切り音っていうのをねあのうまく打ち消してくれるんで通話に影響を受けづらいっていうのもいいですよね。それから最後特徴の5つ目、まあ、スポーツって名をこう馳せてるだけあって防水規格の IPX8 に対応しています。例えばその汗を今ちょっとねさっきからもうクーラーつけてるんだけど汗かくんです。めっちゃ暑くないですか最近。で汗をかいててもさっき言った急な雨でも安心して使えるし、まあ、なんならねこれ結構汚れちゃったっていう時でも本体をねこれ丸ごと水洗いできちゃうんで清潔にこれ常に保てるって嬉しくない？高音質でオープンイヤー型でもう使われづらい、しかも防水機能もあるこのね OWS スポーツなんだけど、まあ唯一ね僕が思うちょっとした不満点というか、まあ、改善点を、まあ、2つだけ最後に挙げます。まずねこれはねしょうがないかなって思うんだけど、そのボタンがねちょっと硬くて押しづらいってとこがあるんですよね。まあ、防水仕様なんで全部ねこうシリコンみたいなので覆ってるんで、そのトレードオフかなっていうふうに思ってます。まあ、それともう一個は、まあ、これも防水仕様に振ったからだとは思うんだけど、ここに入ってるね充電ケーブルが、まあ、これ専用品であるってことですね。 USB-C とかなら充電しやすいなと思ったんだけど、まあ、専用のコードなんで
これがね、もし断線したり、そう、壊れたりなくしたりしたら、同じものをね買わなきゃいけない、買わないと充電できないんですよ。なんとかね、これ工夫して簡単にこいつを充電できるようにしたらいいかなっていうふうには思います。まあそのくらいで、オープンイヤー型としてはね、これめちゃめちゃ高音質で、しかもね、めっちゃつけてるのを忘れるぐらいね軽いんですよ。軽くて屋内でも屋外でも使いやすい、この OWS スポーツ、気になったって人は概要欄に購入先のリンクを貼っておくんで、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではこういったガジェットのレビューだったり、あとは映像機材のレビューやってます。普段は映像制作を仕事でやってるんで、その舞台裏 BTS だったり、あとは撮影とか編集のチュートリアルなんかも動画にしています。まだチャンネル登録してなかったって人は、ぜひチャンネル登録とベルボタン、高評価を押してくれると嬉しいです。それじゃあまた次の動画で。